ビルカート・ライトはアメリカ合衆国カリフォルニア州、老大出身の NBA で活躍したバスケット選手。ポジションはセンターでシカゴブルズで1991年、1992年、1993年に3連覇を達成したサンフランシスコ大学在籍。1979年の NBA ドラフトで1位。 順目3位で指名で、ニューヨークニックスに指名を受けて入団して、最初の2年間で1試合平均20得点を記録し、オールスターにも出場した。しかし、左足を怪我した以降はカートライトは、控えの役割となりパトリック・ユーイングの入団以降は、出場時間も大きく減少した。1988年6月27日に、カートライトは、 チャールズ・オー・クリーとのトレードでシカゴ・ブルズに移籍した。当時のブルズはスター選手のマイケル・ジョーダンと成長著しいスコッティ・ピッペンとホーレス・グラントが所属しており、ブルズはサイズのあるセンターを必要としてカートライトを獲得した。彼の加入後、チームは宿敵のデトロイト・ピストンズを倒し1991年に初めて優勝。1992年。 1993年も優勝して3連覇を達成した。シュートフォームはキャッチしてからボールをぐるっと回しながらリリースする独特のもので、決して上手とは言えないが、ジョーダンやピッペンがマークを引きつけてオープンの状態のカートライトからシュートを打たせるのは貴重な得点パターンになっていた。マイケル・ジョーダンが引退した翌シーズン、1994年の プレイオフではニックスに敗れた。1994年にシアトルスーパーソニックスと契約したが29ゲーム出場して引退した。引退後はフィル・ジャクソンの下でブルズのアシスタントコーチとなり2001年からヘッドコーチに昇格した。その後2004年にニュージャージーネッツで2008年にはフェニックス・サンズでそれぞれアシスタントコーチとなった。 2013年1月、日本プロバスケットボールリーグの大阪、エベッサヘッドコーチに就任。就任時に10チーム中9位だったチームを10連勝に、導き7位に浮上させたが、同シーズン限りで退任した。ありがとうございます。